ニューヨークピラティスビデオポッドキャスト、キャサリンです。キムリーです。今日のエクササイズは、ハンドレッズ ウィズ ビーツでございます。そして、仰向けに寝て、骨盤はニュートラルの配置からサポートポジションを作ってください。それは腰骨が肋骨と近づいて、腹筋を強く引き締めましょう。息を吸って、片足テーブルタップまで持ち上げて、そして吐いて他の足をテーブルタップまで持ち上げましょう。息を吸って、顎を引いて、そして吐いて、頭も肩も持ち上げてと同時に足を伸ばして、そして右足が左足の上に交差しましょう。手のひらは体の横に向いてください。はい、行きましょう。息を捨てに三四五吐いて二三四五はい続いてください。今回はその交差していることを交代して右と左は上に交代しましょう。吐いて二三四五このコーディネーションは難しいから足も腕もこういう動きをやっていますね。終わったら両足がペラペラに戻してそして膝を曲げてもっと丸めて肩も頭も床に戻してそして片足ずつ床に戻してください。それはハンドレッズ ウィズ ビーツでした。もし私たちのニューヨークスタジオピラティスオンフィスか私たちの養成コースか商品について興味がありましたら www.pilatesonfit.com までお問い合わせください。